はい、皆さんこんにちは。本日はね、ブルームシールドの叩き方について解説していこうかなと思います。ブルームシールドっていうと96の、盾なんですけれども、風耐性が 8% ついてて、さらにブレスもついているというね、ルフの盾の完全上位互換の盾になります。こちらの方が、今回の 6.3 から新しく結晶装備に仲間入りをしたということで、かなり安価で叩ける盾になりました。なので、ルフの盾からこちらのブルームシールドにね、世界は乗り換わっていくのかなというところではあるんですが、まだ出たばっかりなのでね、まだ叩き方も浸透しておりませんし、なかなかねまだ全体とは言わないんですけれども、アンテナが高い方はもうルフの盾じゃなくてブルームシールドを回していると思うので、こちらの盾をね未錬金大量生産しておけば、かなり大儲けができるのではということでね、今回は叩き方の方を解説してしていこうかなと思っております。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ではね、素材の方から見ていきましょうか。まずはアステライト鉱石、スライムおしゃれ花、花の蜜、サバンナの水、妖精の火種という形になってます。かなりね、安価で作ることができます。アステライト鉱石もね今2000ゴールドぐらいしかしませんし、スライムおしゃれ花はまあこれも2000ゴールドくらいかな。で花の蜜、サバンナの水、妖精の火種はお店で売っておりますんで、かなり素材費を抑えて叩くことができるかなと思います。原価で言うとそうだな、7万ゴールドぐらいかなで作れるような形になってますので、盾がね15万とか20万近くで売れればもう最高ですよね。そんな盾になっております。ではやっていきましょう。はい、まずはね数値の方は右下の方に出させていただいております。 A が207から213、 B が255から267、そして C が255、267からの207、213の D という形で、 A と D が一緒、 B と C が一緒という形になってます。で幅なんですけれども、A と D がちょっと狭いよね。8幅かな、7幅か、7幅で、B と C が13幅ということでかなり広くなってます。なのでこの縦のポイントは、B と C をしっかりと取ること、ここをねしっかりと会心を取ることで、大成功がね、大成功率が変わってくるというところです。逆に、207、213のところは210という数字を取ってもらえれば必ず3回心でも大成功できると、他が、3回心取れてるかねっていう商材になってます。はい、ではまあやっていきましょうか。まずは火力上げ2回やっていきます。はい、で1600度で一度超4を入れてあげましょう。はい、で今度は2150度まで上げていきます。はい、でここで熱風おろしを入れるんですけども、熱風おろしを入れる際は B か C どちらかに入れていきましょう。はい、でここで2000度で半減ターンが来るんで、また同じように超4連打ちを入れていきます。そうすると、数値がね、こんな感じに多分なると思うんですよ。はい、でここで目指していくべきところっていうのが左下の方にちょろっと書いてあるんですけれども、1800度で、183からと熱風目安って書いてあるんですけど、これが B と C の熱風おろしの目安になります。ここから熱風おろしをすれば必ず会心が出たときは本会心になるという、数字になっておりますので、まずは1800度を右上のところ、ここをね183という数字に合わせられるように調整していきます。斜め打ち183なんであと10だよね。まあわざわざ手加減打ちする必要もないんだけど、もしね集中結構余るんで、この際はねこのレベル75であれば手加減打ちを入れるのもありです。ただ今伸びすぎちゃったね。野良会心引いたことによって伸びすぎてしまったんで、今回は、本来は2倍打ちじゃなくて熱風おろしを入れるところなんですけども、ここは2倍打ちで対応しましょう。はい、会心出ました。ここは63で本会心で取れました。野良会心なんかでのちょっと伸びすぎちゃったなとかっていう時はね、2倍打ちなんかで調整してみてください。はい、続いてね1600度の半減ターン、その後は1400度の会心上昇ターンがまたやってくるわけなんですけども、次の目安
の数字っていうのが1400度での熱風目安というのが193からなんですね。なのでまずここ熱風こっちに入れちゃって大丈夫だと思います。はい、そうするとまあまだちょっと遠いかな、まあ、そのくらいの数値になりますんで、あとはね他のところちょっと伸ばしてあげたりしながら193という数値をね目指していきます。さあ194ですね。これで、熱ポロシで返しが出た場合は必ず本返しになる数字になりました。ね、他のところはね少し叩いたりして調整してあげてください。では熱風おろししていきます。さあ回心出ませんでしたね。これはまあ普通です。この回心が出ないというこうあれは全然普通のことなんで、はい。でその後ね1050度から1000度で回心上昇ターンがまたやってくるんですね。で回心上昇ターンがやってきた時に、上下狙いをする際の目安というのが134以上進んでいれば必ず本会心で取れるということになります。なのでこの137っていう、134か234っていうのを今越してる状態なんでここはもう上下狙いしちゃっていいです。はい、会心取れましたね。いいですね。であとは最後これ3会心取れてますんで、210か210という数値を取れればね大成功になりますんで、あとは集中の残りと相談しながら回心上昇ターンで狙いを入れるなりなんなりしていくといいかなと思います。213までだね。どうしようかな、210が取れればいいからね。まあ狙ってもいいんだけど残りが11か。そうだね、狙いますか。よいしょ、13。さあ残りが、6からですね。6からか。じゃあ上げて、手加減してあげましょうか。6からなんで、8からか、8からか、207からだもんね。失礼します。ちょっとこれ失敗しちゃったかな。あ、回心出たね。失礼しました。ここで真ん中取れるようにしてあげれば必ず、取れますんで、今のところとかは、そうだな、210を目指すように打つのも全然 OK なんですけど、回心が取れるに越したことはないんでね、回心上昇ターンで、狙えるなら狙ってあげてください。はい。はい、それではもう一回やっていきます。回復火力上げを2回していきます。はい、で超4連打ちをまず入れましょう。で火力上げ2回して2150度を迎えます。で熱風おろしを右上、そして超4連打ちを入れます。はい、でここで目指すべき数値は183なので、斜め打ちでね調整をします。183までね調整をします。さあ179なんで、誤差が4ですね。このぐらいであれば、許容して OK かと思います。はい、では熱風おろししていきます。さあ回心出ず、233ね、続いてはね193を目指していきます。はい、これで調整が完了しましたね。198なのでまあ熱風おろしでいいかな。下もう一回叩こうか。はい、でここで熱風おろしを再度入れます。回心出ず。さあ次はね1000度の、回心上昇ターンで上下狙いをしていくんで、右234からであれば、偽回心を、ほぼ、引かないでいけるというところなので、今この調子この状態で上下狙いをして OK です。おっと回心が出ないね、上下狙いでね。はい、ではね続いて600度での上下狙いをしていきたいんでここを詰めましょう。はい、ちょっと足りるかな、大丈夫だね。冷やし込みをしまして、はい、上下狙いしていきます。はい、いいですね。で最後はねもうここ狙い撃つしかないんで、後ろ幅結構広いんで残り6、18までありますんでこのまま狙って大丈夫です。回心取れましたね。まあ回心取れないとね、まあ13分の7か、
まあ5割以上は取れるんだけど、まあ回収は取りたいところですね。まあ大体進め方としてはこんな感じでやっていくといいのかなと思います。じゃちょっとね、早めにというか、サクサクとやってみましょう。まずは火力上げ。で、超4連チ。で、火力上げ。2回していくって。で、熱風押しを入れる。はい、で、超4連打ちを入れます。はい、数値を確認して、斜め打ちを入れて、183に近い数字になったところで、調整が完了。こっちもほぼほぼいけそうだな。はい、じゃあ熱風下ろししていきます。はい、回心出ました。85は本回心でね、取れましたね。続いてが193を目指していきますんで、これちょっと調整がね必要なんで、手加減でいいかなと思いますね。半減ターンの手加減を、使わせてもらいました。誤差が6かな。まあ、ちょっと誤差6だと大きいかなと思うけど、まあ、大丈夫です。プラマイ6ぐらいまでなら。はい、73でね、本回心取れました。あとはね、残りのところを回心上昇ターンをしっかり使って狙っていくという形になります。これが一番理想だね。理想中の理想ですね。はい、残りが11かな。11、ここも熱風でもいいか。いや、狙おうか。11足すなんでいけるね。狙いましょう。さあ、16本回心取れましたね。はい、半減ターンからの1000度か、600度で狙いたいんですよね。なので1000度で狙える、回心上昇ターンで狙える数値か、600度で狙える数値で調整するかに選択なんだけど、今回はね、1000度を目指してみるといいかなと思います。弱狙い撃ちになっちゃうな、これだと。叩きじゃなくてもよかったかな。200からなんで、ここは上げて、弱狙い撃ちの回心上昇ターンでいきましょう。はい、これで回心取れましたね。集中的には、ね、かなり余裕はあります。上下狙い2回回心上昇ターンの上下狙いもできるし、今みたいにね、熱風殺しで先に取ってしまえば、まあ、回心上昇ターンでしっかりと、A と D も狙うことができるんで、熱風おろしのチャンスを使いながら、上下狙いを使っていくっていうのがブルームシールドでは大事になってきます。はい、これで大体ね、大成功率はそうだな、7割ぐらいかな、取れるかなと思いますんで、しっかりと、手順を守って練習してね、やってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで仕上げます。大成功ね。はい、というわけでね、妖精の火種じゃないや、ブルームシールドのね、叩き方でございました。はい、いかがでしたでしょうか。ブルームシールドね、まあ難易度は今でこそそんなに高くないですけれども、まあ、あんま慣れてない人からするとね、結構難しい商材なのかなと思いますんで、しっかりとね、練習してやってみるといいんじゃないかなと思います。必ずパルブッパの盾としては、売れる盾だと思いますんで、いっぱい叩けるようにしてね、モーモンバザーなり、バザーなりで、売っていただければなと思います。はい、というわけで、96盾はかなり優秀な盾なんで、もう一つ雷流の盾、雷流の盾だね、叩き方の方も合わせてね、作ろうかと思っておりますので、そちらの方もよろしければ見てみていただけると幸いです。はい、というわけで本日の動画は良かったよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。普段ね、配信もかなりやっておりますんで、そちらの方に遊びに来てもいただけるとさらに嬉しいです。はい、本日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。